スタートしました11です。今日のメインレース3第37回ひまわり賞です外から上がっていきますケープライトです連れて5番の当選ジェミに内から一番ミニアチュール4番リスレツヨです中段には2番のクラベルブランコそして6番ツアーモデルと追走です9番ユーユーレラシオン後方2頭並んで8番カリーナアンジェロ内は3番エスプレッシーボですゴールまで1400を通過 先頭から最後方までは8馬から9馬です先頭は1番ミニアチュール取りましてリード1馬身これから2コーナーカーブに入ります前の集団ですがゴールまで1200を通過2番手のポジションに4番のリスレ・レッツ そして5番の当選ジェミニがおりまして、2番手の外です。向こう上面です。1馬身37番ケープライト。3馬身後ろ2番クラベルブランコで残り1000メーター通過。外6番ツアーモデル。9番ユーユーレラシオンです。大きく遅れまして後方に8番カリーナ・アンジェロ。そして最後方3番エスプレッシーボです。ゴールまで800を通過していきました。先頭1番ミニアチュール。リード体半分。 4番、リスレツヨ2番手第3コーナー入ります。外目から上がってくる5番、当選ジェミニ。ゴールまで600を通過。内を進んで7番、ケープライトが3番手の内。3馬身後ろに6番のツアーモデル。 内を進んで2番のクラベルブランコ34コーナーから4コーナー入ります先頭1番ミニアチュール400通過リード2馬身と広げました2番手7番 K プライトが上がって3番手4番リスレツヨ直線コースへ先頭1番ミニアチュールリード3馬身から4馬身2番手7番 K プライト3番手4番リスレツヨ200を切りましたその後ろ間が空いて2番クラベルブランコ一番外から悠々レラシオンです今日も独走でですす先先頭頭ミニアチュール番番手7番 K プライトです先頭 ミニアチュールミニアチュールゴリ2番手今入選して7番ケーブライトでした4番リスレツヨ3番手9番ユーユーレラシオン4番手2番のクラベルブランコがその後の入選でした今日も全く問題なしミニアチュール逃げ切りがちですラブリーデイの3区ミニアチュール安城は山本俊哉